クラウンクラウンとは、一派の欠損に対して用いる、歯間補鉄物である。単幹とも呼ばれる。一般には、歯のかぶせとして知られる。通常、四根膜によって支持力を得る。同じ四根膜支持であることと、共通点が多いブリッジとまとめられることが多い。歯は、通常、実質の欠損を自然回復することができないが、コンポジットレジンやアマルガムなどによる修復や、 クラウンによりその形態を回復させることができる。ただし、崩壊が大きい場合、前者では形態の回復が困難であり、クラウンを利用することとなる。クラウンは大きく分けると、破綻部全体を被覆する全部被覆管のほか、一部を被覆する一部被覆管、根幹にポストを入れることで土台とし、破綻全体を作る破綻継続場に分けられ、それぞれの中に多くの種類のクラウンがあり、 葉の種類や欠損の部位、患者の希望などにより使い分けられる。クラウン一部被覆間馬間全体を被覆する全部、被覆間としては、などが知られる。また、近年、カナダドル、CAM を利用し、金属や東西のブロックから直接削り出して作る方法も、発達してきた。また、クラウンの土台として、保健治療で使用される、メタルコアは、 くさび効果により葉を割ってしまったり、根の病気に感染していた時の除去が非常に困難で、抜歯になってしまう原因の一つにもなる。一般歯科における平均的な根の治療の成功率は50%以下なので、クラウンの土台となるメタルコアは望ましくない。クラウンを高校内に装着するためには歯を多く削る必要がある。これは不可逆的な行為である。そのため、 必要でなければ、クラウンは近畿である。さらにクラウンは長くは持たない。歯科医師や歯科技工師の技術、使用される材料、患者の高校内の衛生状態、あるいは何をもって寿命とみなすかなど多くの変動要因はあるが、一般的にクラウンの平均寿命は10年程度と言われている。また、全部被膚間であれば、死髄の診断のための紙面がなくなる。このことは、 派内治療学的な分析が困難になる。多くの国では非常に効果であり、科界の通院が複数回必要となる。ファンダメンタルズ・オブ・フィックスとプロス・オドン・ティックス、シリング・バーグ、ヘルベルト・ T、ソッター、デビット・ A、ハノーバー・パーク、 ISBN 9長7808億6715万4757億区8億8520万8898 https コロンスラッシュスラッシュ www.worldca.org t スラッシュ oclc スラッシュ885208898ありがとうございます